で、まあ、朝になっていよいよ試合の日っすよ、ね、うん、もうなんか試合の日なんですけど、なんか心は落ち着いてて、まあ、昨日のこととかもあるし、お互いにこう気持ちは固まってた感じっすよ、ね、うん、怖い気持ちもありましたね、うん、で、まあ、いつも通りジムに行って、で、まあ、控室で待ってて、で、待ってる時に家族の写真を見て、うん、見ながら、その時はすごいなんかこうその写真に救われたというか、うん、まあ、こう見ながら、まあ、パントージャも家族のためにやってるし、うん、俺も今家族のために本当に幸せだなと思って、その時に準決勝まで残れたし、うん、本当にこう、まあ、パントージャって気持ちで戦う選手なんですよ、うん、すごい、うん、なんかそんなに綺麗な打ち方とかするわけじゃないんですけど、うん、めっちゃ気持ちで戦う選手なんで分かってたんですよ、うん、それ見ながら、あいつも同じ気持ちで戦ってるから、もう絶対気持ちで負けないようにしようと思って入場したのを覚えてます、ね。すごい。あの時、なんか本当、腹が決まったというか、だか結構それまであんま、試合の時腹が決まるってあんまなくて、結局、あやばい、始まった、始まったみたいな感じで、日本で試合してる時も多かったので、まあ、その時、すごい覚悟が決まった覚えがあります。うん、で入場して待ってて、僕が先に入場したんで、バーンってドアが開いて、パッて見たらもう完全にパントージャ、昨日のパントージャじゃないですスイッチ入ったパントージャ、完全にあのいつものパントージャで、もうずっと僕のこと見ながら入場してきて、マジか、向かい合った時もずっとお互い目そらさなくて、ああすごいなと思いました。もう完全にこれはスイッチ入ったプロフェッショナル、うん、1ラウンド始まって、はいはい、まず感じたのが、うん、リーチが長いんですよね、あいつは。そうなんだ。身長多分165ぐらいなんですけど、うんうんうん、178とか確か、あリーチは。腕がマジで異常になんか本当長いんですよ、あいつ。すげえパンチ伸びてくるなと思って、だからみんな避けれないんだなと思って、すごい感じましたね。プレッシャーもすごい強くて、パントリアって下がんないんですよね。今もそうなんですけど、もう結構もうガンガン前に行くみたいな感じで、まあ、よくあいつが言ってたのは戦いだからみたいなことを言ってました。戦い、まあ、当たり前のことなんですけど、でも本当になんかそれを表してる選手ですよ、ね、パントージャ。でもパントージャってやっぱ打撃の選手なんですか。打撃と柔術っすね。レスリングではないです。でも佐々木優香選手とやってるんですよね。あ、やってますね。確かバックチョークで、あ、そうだから柔術黒か、チャービカの選手なんで、打撃もできる、エアゾンできるんだ。そうです。でも、もう常に俺はストライカーだって言って、自分のこと、うん、ただテイクダウンされたら柔術もやってるから、うん、一本も狙う、うん、で、パントージャー何が強いかってリーチもそうなんですけど、うん、躊躇がないんですよね、躊躇。パンチもそうだし、殴り合いもそうだし、あと寝技もですね、寝技の決めに対して躊躇がないというか、チョーク取れると思ったらマジで大体スタミナとか考えるじゃないですか。そういうの考えずに本当に全力で締めるんで、だから多分結構取っちゃうんだと思いますね、一本とかも、うん、まあ、ちょっと話それますけど、あ、うん、まあそれで始まって、うん、で前入りを確かキャッチされたんですよ、ね、軸足バーンと思いっきりロー蹴られて払われて、そっからはもう無我夢中で組みついて、組みつけたんですけど、その一発目のローで、もうふくらはぎ蹴られて、もうその一発でもう完全に僕筋肉壊れちゃって。で、やべえと思って、で、くっついて。そう。まあ、削っていくうちに、パントージャ頭下げたんで、うん、そこに思いっきり膝ガーンって打ったら、もう今度頭に当たって、膝が。で、今度は膝があの痛くなっちゃった。両足までボロボロで、やべえと思って。パントリはめっちゃ蹴りが強いんで、そっからはケージレスリングで打って、いつもの僕の得意のパターンで倒して、うん、でそこですごいこう習ってた技がすごい出せた技というか、もう覚えてます。あれ騙しを思うから策っていうか、はい、練習したんですもんね。そうです。アッパントリじゃない、映像を見てもらえば分かるんですけど、うん、結構入ってます。必ずジャブ打つんで、アッパントリは、うん、それをサークリングして、うん、スイッチしながら右アッパー、絶対当たるからって言われて、かなり当たりました、5、6発出したと思う。でそこからの左ハイとか、ラドビックに教えてもらったコンビネーションとかすごい出せました、ね、あの時は。
ケージの戦い方とか、ミルガスさんとか。で、パントージャーはすごい、やっぱ柔術家なんで、うん、倒しても足が効くんですよ、ね。だからすごいやりづらかったです。あと、これはまあ、誰にも言ってない、誰にも言ってないというかあれなんですけど、うん、ここも僕のダメなとこなんですけど、うん、倒して、肘とか落とせる場面がすげえあって、でもそこで優しさが出てしまって、完全に肘を思いっきり打てんのに、友達だからあーって躊躇した場面が何回かありました。これは言い訳になっちゃうんですけど、上取った時とかすごいやりづらかったです。パウンド落とせるんだけど落とせない、なんかまあ、ダメなんですけど、抑え、もう友達の顔殴れねえなみたいなのが少しありましたね。で、倒して一回立たれたのかな、1ラウンド目途中で、うん、3分ぐらい上になって、うん、で途中で倒れて、うん、でそっから打撃戦ですよ、うん、パントじゃ前出てくるんで、うん、ここで引いたらダメだと思って、俺も習った技とかいろいろ出しながら、うん、パンチでジャブと付き合いながら、うん、パントージャーはあんまりタックル入れてこないんで、僕はどっちかっていうと打撃もやるし、間々にタックル入れてたから、うん、そこはやっぱりこう勝敗の分かれ目というか、うん、うまくポイントが取れる、ポイントを僕の方が取ってたなっていうふうに感じた試合ではありました、うん、本当にパントージャー強かったです。パントージャー本当下がんないんで、圧力がすごくて、もう僕がまっすぐ下がっちゃうと、うん、リーチめっちゃ長いからついてくるんですよ、ね。避けたと思ってもグーンって伸びてくる。ミニストレートで多分2回ぐらい効かされました、ね。あの試合はかなり顔面でも結構受けてました。スウェーバックすると伸びてくるからやべえと思って、うん、前に出なきゃダメだよ、ね。頭突きでパンチ受けようと思って結構ここで受けてかなり頭痛くなりました。でもまあ打ち合いながら合間合間にタックル入れてたから、まあ、そこで勝てたっていうのはありますよね。1ラウンド終わった段階ではこれ取ってんだって思ったんですか？思いました、ね。でも結構やっぱ疲れてました。多分1ラウンド取ったから2ラウンドは絶対もうパントージャー取り返せないとやばいと思って来ると思ったから、ここで引いたらもうまたいつも通り押されちゃうなと思ったんで、そっから気持ちの勝負ですよ。あとはもう無我夢中で戦って、それまで僕、まあ、気持ちと気持ちの勝負ってあんましたことがなくて、あんまっていうか多分1回もないぐらいだったっすね。圧倒的に制圧して勝つっていう試合が多かったんで、タックルで倒してハーフで固めてチョーク取るみたいな、僕はそんなにダメージを負わないみたいな感じだったんですけど、その試合は、まあ、見てる人どう思うか分かんないですけど、もう結構もうがっつりやり合ったんで、気持ちと気持ちで、目と目でお互いこうなんて言うんですかね、戦いながら語り合ったというか、いう感じがあったん でその中でスイッチしたりとかいろんなことが入れることができたんで、タックルとかも取れて、だから今にもつながりますね。あの試合、あのパントージャー戦が僕の中でターニングポイントというか、格闘家人生、なんかあそこでこう新たな境地って言ったら変ですか、新たなスタイルができたと思いますね。あの試合で自信にもなったし、俺もこういう試合ができるんだなというかっていうのがあります。まさに今のライジンの試合なんてまさにそうですよね。そうですね、はあ、気持ちもそうだし、こうスイッチしたりしてタックル入れたかなみたいな、あの試合は本当にでかいです。今までの試合で一番こうベストバウトは何ですかみたいな、自分の試合でよく聞かれるんですけど、このパントージャー戦が僕の格闘技人生で今のところ一番の試合ですね。自信持って見てくれっていう試合です、自分の中では。お客さんはどう思う、お客さんというかファンの人はどう思うか分かんないですけど、このパントージャー戦はもう本当にいろんな意味で一生忘れない試合ですよ。ターニングポイントにもなった試合です、自分の中で、はあ、すごく印象深いです。まあそれでなんとか試合最後テイクダウン取って、でも最後ブレイクになっちゃったんですよ、残り30秒で。ハーフ完全に取ってて、
完全に殴れたんですけど、あと30秒友達の顔殴れねえと思って、もう抑えれば勝てるみたいな、よくないですけど、うん、でやってたらもうパンドラ完全にこんなことして、うん、動かねえじゃねえかみたいな、でそれでまあブレイクされてスタンドになっちゃったんですけど、まあそこでもまあうまくさばいて打撃も入れながら最後それで試合終わったんですけど、でも必死だったんで分かんなくて、うん、勝ったかな、でも延長だったらきついなみたいなのとかもあったんですけど、こう待ってる時にずっとコーチにウィンウィンって聞いてました。ウィンウィンウィン、審判がこっち向いて、うん、ファイトダウンみたいな、ファイトは終わったみたいな、あ判定が下った、判定なら絶対勝ってると思う、うん、そしたらコーチがダウンダウン終わったよ、ヒーロー終わったよみたいな言ってくれて、そしたらウィナーヒーローみたいな、マジで嬉しかったです、本当に嬉しかったです。あの試合は気持ちでも引かなかったし、習ったこともできたし、本当忘れないです、あの瞬間は。で終わった後にパントージャーと抱き合って、うん、そしたらパントージャー僕のこと肩車してくれて、うん、じゃあありがとうと思ってで下ろして、僕が降りた瞬間にちっちゃい声でパントージャーファックそれ悔しかったそれ相当悔しかったおろしてファックすげえな。そうでした。うん、で試合中は気づかなかったんですけど、はいはい、まあ、ふくらはぎ蹴られたとこ、うん、あと頭おでこ蹴ったとこ、うん、完全に壊れてて全然歩けなくてやべえ。まあそんな骨とかじゃないですよ、靭帯切れたとかじゃないですけど、もうものすごい強い打撲みたいな感じで、 あと1週間も戦わなきゃいけないのかみたいな。確かにやばかったですね。でも鼻もちょっと曲がっちゃって、ストレートで効かされて、もう顔面もボコボコで、パントージャ戦はマジでダメージでかかったっす。その後の話も聞きたいな、パントージャどうなったのか、試合の後終わって、うん、シャワー浴びるんですよ、うん、タフジムで。そうです。で終わってシャワー浴びなきゃいけなくて、うん、で行ったらちょうどパントージャがいて、おお、で終わった後に2人とも抱き合って、うん、勝てるから、ティムに勝てるから絶対勝ってくる、俺の分も。最後胸バン叩かれフォーファミリーって言われ。で終わって、まあ、次の対戦相手、うん、ティムとエリックが戦うんですけど、うん、もう冷やしながらずっとで僕が練習やった感じっすよ、うん、練習やった感じと試合見た感じだと、うん、ティムの方がやりやすいと思ったんですよ。ティムってどっちかっていうと今もそうなんですけど、だから勝ち負け関係ないみたいな、なんか変な測定、いきなり側転したり、もうトリッキーに動いたり、あとテイクダウン来たら別にそんなに下になることを厭わないでギロチン狙ったりする感じだったんで、どっちかっていうとティムの方がやりやすいかな、うん、エリックは、まあ、黒人の血も入ってるんですごいバネがあって、うん、スパーリングやった感じすごいやりづらい感じだったんですよ、うん、なんかすごい頑張る感じだったんで、うん、だからどっちかっていうとティムの方、ティム頑張ってくれと思いながら、でやっていくうちに見てたらティムが勝って、そう、うんうん、これは勝てるまた一生の相手がそう決まったんです。そう、ただもうボロボロで、ティムももう 1,2,3 回戦、まあ、結構攻めるんで、あいつパンチも結構もらいながら前出るんで、ボロボロでお互いに。で最後の決勝のフェイスオフの時にお互い向かい合ってでハグして、で帰りながらティムが俺の耳元でゾンビファイトって言ったこれはゾンビファイトになるぞみたいな。へえ、お互いボロボロで、あれはやばかったっす、ね、すごいなぁ。まあタフハウス帰って、そこで飯はどうしたの、一緒に食ったの。食いました。でもやっぱりパントージャもすごい落ち込んでましたね。ああ、そうなんだ。やっぱあの人も生活のために戦っている。お互いにそう、生活のために、家族の生活のために戦っているって言ったので、どうなるか。決勝まで行けば、まあ、UFC と契約できるだろうって、うん、もう確実じゃないですか、うんうん、確かに。でもここで負けたからで、結構その日は落ち込んでました、ね、うん、でその日は準決勝が終わって、確かその日どっちのコーチも来たんですよ。ヘンリーもベナビデスも来て、うん、ベナビデスは確かハンバーガーかな、
インアウトっていうハンバーガー屋があるんですけど、うん、アメリカってマクドナルドとそのインアウトっていうハンバーガー屋があって、うん、そのインアウトのハンバーガーをいっぱい持ってきて、だいたいその試合の日っていうのはこうコーチが来てくれてパーティーみたいな感じでやるんですけど、セフードはそれまで一回も来たことがなくて、その時だけ初めて来て、結構セフード言われてました、スタッフにあいつ来ねえ、あ、そう、その日はこうみんなでハンバーガー食いながらリラックスしたのを覚えます。で、あのブランドンに俺パン強者に勝てたらタコス俺にも作ってくれっつって、あいつ結構作ってたの、でその日作ってもらって、一緒に食べました。すげえ美味しかったです。あの日は本当に出し切った夜でした、ね。今一つ裏エピソードがあって、僕、まあ、担当者と戦う前の夜に、前の晩にもう怖すぎて日記を書いたんですよ。でその日記が昨日の君へっていう日記、意味わかります？今怖くて書いてるじゃないですか、その自分に対して明日の俺が書いたっていう系で日記を書いたんですよ。それが残ってて、ちょっと読ませてもらっていいですか？これはまだ戦ってないです。まだ戦ってない僕が書いた人です、はい。昨日の君へ。俺は今パントージャに勝って決勝に進んだよ。これを読んでる君は不安だと思うけど大丈夫だよ。君はやっぱり強かったから。勝って嬉しいけど食べ過ぎないようにしよう。64キロで寝よう。必ず決勝はティム・エリオットに勝って大井久保博正が優勝する。すごいですね。すごいじゃないですか。ミシコさん。それを書いてるんですけど。すごい。本当に書いてる。やばいっすよ、ね。やばいっす、ね。そんぐらい極限状態。はいはいはい。お互いボロボロで、で俺こう病院連れてってくれ。酸素カプセルとか連れてってくれって言って、おーで、おーっつって、その日あの迎えに来た車のとこに行ったら必ずそこキムがいるんですよ。ほら、最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。